野崎圭一は、日本の音楽プロデューサー、音響監督、ラジオパーソナリティ、株式会社オンビート代表取締役。1986年、ビクターエンタテインメントに入社し、音楽ディレクターとして、サザンオールスターズ、泉谷茂、東京少年、コンタなどのアーティストを担当。1996年、ビクターのアニメ音楽セクションへ移動し、 逮捕しちゃうぞ。ハック、シリーズ、ガンダムシリーズなどのヒット作を手掛ける。作曲家、梶浦由ーとの関係が深く、梶浦のソロプロジェクト、フィクションジャンクションや、梶浦のシーソーにおけるパートナーである、石川里志章の作品もプロデュースする。2010年より、インターネットラジオ、超 A&G においてのザピー名義で、 メインパーソナリティを務めるライブドッグがスタート。また、フライングドッグ内に音楽制作、音響制作セクションとしてドッグオンビートを設立し、音響監督業務も始める。2020年3月末、ビクター時代より34年間在籍したフライングドッグから独立し、同年4月10日、株式会社オンビートを設立。ありがとうございます。